2の30秒インターで
試合と同じ形式で、はい、その2ラウンド目でどんだけ自分が疲れちゃうのかですね。和装は自分の好きな方これね、2の30秒1回経験するのを何週か2週間みんなそれでやる。ただ中のインターバルはちょっと欲しいです。もちろんそれは何ラウンドも続けてやめる。あと前回約束相手は変わるから、日高さん1の俺1と変わる、背高い人で、じゃないよ、ツイッター版にやってるの。相手はモラトボクシーです。ローデーサで、多分オーソドックスで、多分ドキドキとかなんで、でも情報がなくて困ってるって感じです。今何戦やられてるんですか？あ、いや、全員アマチュアです。全員ドキドキです。僕ですか？僕、なんかそのアマチュアのやつを1回やるしかやったことないです。あ、本当ですか？はい、もう去年、1回経験したみたいな、なんとなく試合がどういうものか。
でもいいですか。あ、いや、そ、靴のままでもいいです。あ、本当ですか。ただ、そのゴムの部分が滑るんで、可能性は。自分とボクシングやるときだけは外された方が。そうか。もう聞かれてやるときだけつければいい。はい、そうでした。もうさ、あんま考えない思いつくものをこの前ミドルキックとすごい良かったから、はい、蹴って、はい、使ってみないと、はい、だからあと1回2回しか最後の試合もそうですよね。いや、でも今日で最後、いや、もう1回入るか入るか僕たちフォワードとかの都合で
北のもっとまんま前に出たっけや。あそこね、湾曲してるから、そっち側の人が前に来たもん。真ん中の人が前、日高さん前で、俺いらない、もうそのくらいで、で、カメラ目線でお願いします。じゃあポーズ取ってください。いきます、5、4、3、2、1。はい、今日もやってまいりました。いつもですね、レザーラッカーさん会長も準備がお邪魔してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アドバイスの方もよろしくお願いします。もう一名ご紹介したいんですけど、元東洋太平洋、スーパーウェルター、ウェルター級チャンピオンの日高さんです。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は頑張ります。多分まだ10人ぐらいしかいない。そうですね、下でちょうどいいんじゃないですか。すごい張り切って、10年ぐらいしかまだ立ち上げてばっかり。そう、じゃあちょっと2人はスパーから、あ、ごめんなさい、シャドウから入っていただいて、シャドウをちょっと確認したいのでお願いします。お願いします。じゃあ時間、2分で1分インターバルでお願いします。これはもうこのままでいいんですかね。いや、日本語そこにあります。30分インターバル、ここ、それどうすればいいんですかね。ここそのままピッコするだけでも OK です。さあ、参ります。レディーゴー。ありがとうございます。はい、はい、皆さんいらっしゃい。今日裏でね、大変なこと起こってるんで、まああれなんですけど、配信もなんですけど、配信っていうかもう今日はスパーリング中心に平野さん入っていただいて、今日はちょっと平野コーチにいろいろ見せてきて、リング周り使いましょうか、ぐるっと回りましょうか。手は当てるための、当てるためのものと考えて、足も一緒です。全部腰が当たるように出せばしっかり出るじゃないですか。腰がしっかり出れば手は勝手に飛びます。腰で全部使ってください。回すときも全部腰、全部腰、全部全部全部腰です。腰で指導です。強制。そうすると楽にいけます。じゃあスピード重視いきましょう。いろんな角度から、いろんな角度から嫌だね。ちょっ
膝を柔らかく、膝を柔らかく、僕でお願いします。さすがー、そんな格差ですね。あ、そう合わせた、いいよ、そういう自分から、さあ行きましょうか。お願いします。ワンツーから行きましょう。はい、オッケー、オッケー、オッケー。ジャブをもう少し一番メインにしてください。右は素晴らしいパンチ力です。腰でしっかり押してます。ジャンプで思いっきり伸ばす遠いところで、 OK、 ナイス、プマッス、 OK、 プマッス、 OK、 プマッス、 OK、 ナイス。いいですね。僕が軽く出すのにどっちかにサイドステップして、はい、タッチステップでダッキングしてください。僕はまっすぐにしかしません。顔をちょっと分だけよくやります。はい、はい、もっとゆっくり、はい、そう、そう、OK、 そしてどんどん近くに来てください。そう、OK、はい、そう、そこからワンツー、ナイス、オッケー、ナイス。膝を柔らかく、膝を柔らかく、常に動いて、的を定まらせない、はい、常に動いて、こいつ、じゃあ、めんどくせえな、はい、はい、はい、オッケーです。右は全く動かない、左の伸び方は少し少ない、右が短いから、ここら辺が伸びてるから、自分の距離が近すぎる、その分、遠くで打った方が、右、絶対行きます。遠くね。そう、近づいて腰の出し方、最高です。軽くいきましょう、軽く。そう、OK、ナイス。ジャブ、ジャブ、ワン、ツー、タン、タン、これでいきましょう。タン、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 OK、ナイス、正解。タン、タン、そう、ジャブ持ってこそ一本目、一つ目、大きく、遠くね。どうですか。いいっす。はい、パンパン、オッケー、オッケー、パンパンパン、オッケー、パンパンパン、オッケー、ナイス、ありがとうございます。うーん、なんか軽く、はい、もうだんだん癖は分かった。うん、素晴らしい、素晴らしい。いや、あの子はフッカーに合ってる、ものすごく合ってる、素晴らしいです。距離をちょっと違ってるだけで、うん、距離をちょっと修正してる、ものすごいですね。いや、フォームはきれいですね。ワンツーミドルでいきましょうか。はい、ワンツーミドル、はい、腰でいきましょう。はい、
軽く行きましょう。足からジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ワンジャンプ、ジャンプ、もっと遠くへ。ここは持たないんで、はい、ここをグッと出してください。はい。さあ、そう、OK。最高。そういうことです。もうちょっとしたこと。はい。さあ、そう。リーチが長いから、全然それでいい。はい。さあ、OK。さあ、パンパンでいきましょうか。パンパン。パンパン。今のはパン、パンじゃないですか。はい。パン、パンのパンがもったいないんで、はい、パン、半分引いて前にしましょう。はい、パン、パン、パン。この速さでね。パン。そういうことです。はい。OK。ふん、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 そう、ふん、ふん、ふん、そう、その時に肩が全く動いてない、肩で出す、ふん、ふん、ナイス、ふん、ふん、その位置を出すためにはそれが最高、はい、ふん、そう、一発目は肩が出てない、一発目でちょっとやって、そこからまたすぐに下につく、オーケー、ふん、ふん、そこからストレートまで、ふん、ふん、ふん、オーケー、ふん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 、ものすごい感じよく線引きは、はい、でも上半身で打ってるんで、はい、ちょっと疲れが早くなります、はい、腰で肘を前に突き出して、はい、僕の見てください、はい、腰で肘を前に突き出して、そうすると肘が開かないでまっすぐ行きます、はい、かっこいいでしょ、かっこいいです、やってました、はい、ジャンプ1、はい、ジャンプ1、ジャンプ2、ジャンプ3、ジャンプ1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 、パンチがちょっと腰に流れやすいので、まっすぐ終わります。はい、いいパンチです。はい。さあ、さあ、そう。さあ、さあ、そう。さあ、さあ、もう一回ワンツーに手を戻りましょう。はい、ワンツージャブまで。はい。一番大事なのは、その、和田さんにとるようなワンツージャブが大事です。はい。ワン、ツー、ジャブ。必ずワンツーで終わってしまう人が多いので、はい、状態が崩れます。はい、それをさらにまっすぐ戻すワンツージャブで。はい。最後のジャブは、崩れ7時間に戻す感じ、はい、えいえ、そうするじゃあもっと早く、はい、パンパンパン、OK、 3つ目だけは早く、はい、チェンチェンチェン、 OK、 ナイス、肩で、はい、パンパン、OK、 パン、肩力抜いて、ジャンプパン、ナイス、OK、 はいはいはい、そう、はいはいはい、 OK、 はいはいはい、しっかりじゃない、このチョー、はいはいはい、チョー、はいはいはい、 OK、 ナイス、素晴らしい、うめえな、すげえすげえ、めちゃくちゃ面白い、結構綺麗に違いがあると面白いじゃないですか、はい、特にすごい理解が早い、素晴らしいです、早い、早い、修正が早いです、トレさんはさっきの最初からワンツージャブでいきます、はい、ワンツージャブでしっかり腰を出してください、はい、いきますか、最初からフック、はい、もういいですか、まだですごめんなさい、ごめんなさい、ワンツーフックじゃないの、いや、もう多分トレさんは圧倒的な圧力で抑え込まれたグワーンってやられてさあ、お願いします、あ、フックじゃなくてジャブかな、ジャンプからワンツーツー、どうですか、オッケー、シャンプー、シャンプー、シャンプー、もうやっぱり全然リズムが違う、面白い、シャンプー、オッケー、この圧力見に行くな、そうジャンプからフックいきますか、シャンプー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 、そう、何ですか、それ、シャンプー、ちょっと伸ばしましょう、ジャブして遠くに腰を出しながら、鈍角に、鋭角じゃなくて鈍角に前に、はい、3、3、OK、 3、3、 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 3、
はい、シャッシャッ、大丈夫ですか、すいません、はい、はい、シャン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 、そう、ジャブ、フック、アッパーに乗るか、ジャブ、フック、アッパー、そう、腰でしっかり上げる、シャンシャンシャン、そう、ナイス、はい、ジャブ、フック、アッパー、そう、ナイス、シャンシャンシャン、そう、シャンシャンシャン、ジャブフックアッパー、ジャブフックアッパー、そう、チャンチャンチャン、逆、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ジャブフックアッパー、そう、ストレートから右、左フック、
そう。そう。キレイ。終わったら、打ち終わったら左フック打っちゃったら、俺がこうするんで、ダッキングしてください。真下にダッキングしてください。グロービング。キレイ。OK、ナイス。ヘイ。そう。OK、ナイス。すごいすごい。試しよっか。つけて。お疲れ様です。いやいやいや、楽しい。楽しいですね。いや、これ最高。日高さん、はい、ウェルカー系とスーパーウェルカー OBBA と、ダブさん、皆さんありがとうございますね。マイクどこでしたっけ？マイクはパソコンの方についてあるんですか？あ、本当ですか？あのカメラに向かって話す。あ、カメラか。ドレさんはこれにつけても大丈夫ですか？シューズにつけても大丈夫ですか？大丈夫なんですけど、はい、自分でやるときはじゃあ外してみたら、だってまず滑るんで、やってみればすぐ分かる。あ、僕裸足じゃないですか？いつでも、あ、なんか裸足で、え、普段からみたいな字が違うんですか？商店、商店で、あのリングネームです。商店で日高です。本名が太陽に高いです。意外と年いきます。39です。赤さんおいつですか？私46です。あ、大先輩やないですか？最初は青野さんと、あ、お願いします。いや、ちゃんと後半のお話です。特にもうパンチは本当に正確だから、光はもう何でもいいよ。避けてもいいし、下がってもいいし、はい、手で叩いてもいいし、何でもいい、はい、あんま光技術的な余計なんでしょうがない。右と左結構ゴングになります。そう、はい、まあ実際相手が遅かったもん分かんないもんね。はい、そんなのかもしれない。はい、もうこれ休憩の1分なんですかね？1分になるか。もう立って、これこっからです。そう、お願いします。お願いします。じゃあ、自分から行かないと思うの。そう、いいですよ、僕も当ててください。
要はね、打ち終わりを狙われてるの。だから打ったらすぐ戻さないと。そう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 、それです、それです、それです。どうなんですか、大丈夫です。自分から下がらない、下がらない。はい、下がるんだったら回る、どっちか。下から上、はい、さあ面白いですよ。おめでとうさん違いのさ、オッケー、ナイス。内側にのジャム。ちゃんと見とるよかったよ、この前。はい、そうです。はい、来ます。はい、内側に危ないよ。はい、
で右と左を交互に僕が使い分けるので、はい、手帳に打ち込んでいただければ今後勉強になります。はい、サウスポーは多分やられてると思うんですけど、右は絵っぽい馬です。はい、分かりました。そこになります。はい、やばい。ジャブが強いと思うんですよね。左利きってことですね。僕も左ですね、サウスポー。はい、分かりました。まあ、できるだけ右でやって。はい、もちろん。はい。おそうです。はい。さあ、頑張ります。あ、まだいい。ごめんなさい、ごめんなさい。タイミングがちょっと困るの。大丈夫です。いや、今、試合前だから。すみません、すみません、ごめんなさい。まだカウンターだから。すみません。まだ青銀とかね。青銀とかね。はい。すみません、すみません。しょうがないの、これが世界だから。自動的に反応しちゃうから、どうばっかり。ずっとしたスキャンスもカーンって入ってきますから。ずっとずっと入ってきます。はい。見てて、頭一個だけずらしてるから頭一個だけそのそれでまた元のバランスに戻る、はい、動いても元のバランスに戻る、はい、この交番内で入ってって言ってごらん手の長い人ってどうやんの、はい、こうやってたらいけないよもうすげえ。それ板原さんの距離だから入っていかなきゃ一緒に相手の引きはじゃん相手の引きはなんですぐ呼吸しっかり吐くのを意識して呼吸を深くラスト30秒
オッケー、いいっすね。体を常に揺らして。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。やってみます、やってみます。あ、すみません。あ、すみません。はい、残り10秒。ラスト10秒。うるせえな。いいね。はい。はい、こういうところがですね、はい、よくつけてほしいと思います。はい、あとはだから力の配分全部その力筋力が力なくなっちゃうから、はい、相当いいですね。あそこからどうつながるかと思います。はい。お父さん、吐くのを吸う。はい。吸うのじゃなくて吐くのし。はい。これは、まあ俺が今指導みたいな感じ。はい。ジャンプをもうすぐ踏み込んで遠くから。はい。いいですね。今はめちゃくちゃ、前までは、ここまで飛ばすんですよ。しっかり出てます。素晴らしい。遠くで。めちゃくちゃいい力だ、それ十分。いや、面白いですけど、ここは、まあ、難しいですよ、はい、ここは飛ばします、はい、でも、肩からこっちは少し引き気味っていうイメージで、はい、じゃあ、もう上から打ってみるんで、手を伸ばしてください。前に打つと、この感じです、はい、引くと、バンってバシッてくるんです、はい、重さ感じると、キレが出てくるんです。そこまでやってください、はい、イメージで、はい、OK、 もうタイミングもう少し早め、遅め、遅め、はい、ガン、OK、ガン、前に行ってるけど、後ろOK、そうちょっと上がってるんで、はい、落ちるようなイメージ、はい、はい、じゃあ OK、 踏み込んで、そのターンは異常ですからね、はい、使いましょう、はい、ガン、そう、ガン、ラストよりも引くも早く、もっと踏み込んでほら、ガンって、そう、はい、ラストよりも引くも早く、ずっと速く見えます。ナイス、 OK、 ガン、OK、 ガン、そう、ガン、OK、フック行きましょう、左フック、そう、左でしょ、そう、ここの左フックを、あとでそっち側でアドバイスします。はい、簡単にいきます。はい、腰を、この腰骨を俺に当てるとしたらどうします？こうしたら当たりますよね。はい、こうしたら当たる。ここを振ると肩が平行に回ります。はい、その瞬間に肘を上げるんです。はい、ちょっとこれ出して、はい、いきます。はい、たったこれだけで人は倒せます。はい、太い力で腰を当てる、俺に当てるイメージ。はい、肘をしっかり上げ、ゴイティーパンチを持っていく。もっと速く、バン、はい、バン、もっと速く、バン、バン、俺の見てください、バン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 、もっと力かけてるよ。腰を回さない、腰が回らない、はい、力抜いて、力抜いて、全部全部大丈夫。肘を上げる、まだ手が先に来てます。腰を回すともに肘を上げる、はい、うん、いいね、肘打ちみたいな感じ、肘打ちみたいな、もっと上げる、そう、もう肘打ち、相手顔向けるように、もう、そう、うん、力抜いて、相当いい感じ、相当いい感じ、上から下に叩きを出したもん、はい、そう、はい、腰、ふん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 、あとこが1、2、3、4、5、OK、そのまま来てください、そのまま構えて、はい、相手が構えてきました、ここに打ってください、はい、ね、そういうことないです、OK です、ここ出してください、OK。素晴らしい。肘がもっと上がって、はい、上からこうちょっと落とすか、上から落とすぐらいのイメージ。みんなこれを完璧にやってた人はここら辺で、ここら辺で当てるんですよ。腰は回ってます。でもこれで止まってます。はい、しっかり上に、むしろ平行にちょっと上に上げて、ドラさんみたいにちょっと落とす感じやるといい顔になります。ありがとうございます。ナイスです。ナイスです。出る前からすぐ今日勉強なんてよかった。あとスタミナだと思って頑張れ、はい、力抜いて。トモさんは次のラウンドめっちゃ力を抜きましょう。はい、僕はこの腰をここに当てるんで、だからどうすればいいですか。この腰に拳がついてます、はい、この拳はありません。じゃあどうしますか。
そうですね、当たってますね、こっちだったら当たってますね、そしたら肩が平行に流れます、はい、その瞬間に肘を上げるだけ、フックなら力入れすぎ、その状態から上げるだけ、上げるだけ、その腰でインパクト、そう、ふん、近づいて、ふん、ふん、そう、くるぶしを俺に見せる感じ、こっちのくるぶしを俺に見せる感じ、ふん、そう、近づいて、近づいて、ちょっと前に行きすぎです。むしろ後ろに行って行くようなイメージ。ごめんね。近づいて。ごめんね。ごめんね。今ちょっとこうなってその分遅くなります。呼吸深く。こうしてください。交代で見てるのは顔です。息が上がっちゃってちょっと読めないから。構えてます。カン。全くここだけの距離でインパクトを作ってるんですよ。ここで。はい。いいですか。腰をまず当てるのが先。イメージとしては腰をまずぶつけます。平行して肩が流れます。そのタイミングで肘を上げるだけ。それだけいきましょう。力抜いて、力抜いて、もう力ないの。まっすぐ腰だけで。OK、フランディ、フランディ。俺が言ったの、ここのタイミングはそのまま、そのまま持ってしまってください。力抜いて。大丈夫、そう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 。そう、ナイス、OK。はい。打ったら僕がしま、このまま。フックします。真下に。これはいいな。真下に。行ってました。そう。真下に降りるだけ。上に、あ、なんか通ってるかな。はい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。はい。こっちも。真下に。真下に。一切動く必要ない。真下に。真下に。OK。じゃあ、フックを入れてダッキング。うん。うん。OK。うん。うん。うん。腰で。うん。うん。バン。うん。プー。一応ね。プー。そう、ふん、オッケー、今のいい、ふん、そう、乗ってきた、乗ってきた、顔はこっち、顔は押してもらう、こうなってしまってる、ふん、はい、いきますよ、はい、あと5回、はい、ふん、1、ふん、2、ふん、マスター、シン、マスター、はい、オッケー、少し休んでください、ありがとうございます、はい、自分とマスク、はい、お願いします、ボクシングで、いや、もうどっちでも。はい、お願いします。いやいや、恐る恐る恐るです。逆に、右だと、やばいと思って、あーって止められないかもしれない。いかにか。ありがたいです。あー、じゃあ、ゴーゴーゴーします。お願いします。さあ。すみません。あ、もうない、すみません。はい、すみません。すみません。あえて、あえてボディで、あえてボディで。残り25秒。
いやどんな話をしてるんですか。もちろん素晴らしい。いや、もしご迷惑でまた呼んでいただけると多いです。いや、ヒカゲンは逆にバドンさんと2分にやるんで、そうやりたいですね。ちょっとしないで、ちょっとね、ちょっと休憩して、いいよ、休憩取ってる。ヒロさん、皆さんお疲れ様でした。素晴らしいです。俺、全然言ってますけど、入りてぇなところに入りたくて、本当ですか、ありがとうございます。よいしょ。今度ちょっと体重近い2人で、はい、試合そのままで、はい、じゃあ僕のセコンドを、ね、さっきみたいに怪我しないように軽く軽く触らないように、はい、じゃあセコンド蹴りは蹴りなし、蹴りなしでボスティングで、じゃあ今習ったことを、はい、それはできるから、はい、そのワンツーの後、そのワンツー最後で素晴らしいボス、はい、はい、入り込んでます、はい、入り込んだらそこでしか加藤さんはチャンスがないって言うから、それをすぐやって首をずっと振り続けパッチパッチ、これが常に振る、グローブ1個大きく振っても全然ない1個も振って、そっから入ります。あとは外から振る、幅を使います。外ばっかりだから頭折れます。外はなんか外上とかいろんな頭を使って好きなだけでも力いっぱいやったら終わりです。腰で全部持っていきましょう。はい、まあ、どうしましょうか。3回ではないから、まあ、ボビーはそこそこです。だから、ボビーはそこそこです。はい、そこそこです。そこそこです。そう、どれぞ、倒せる気がしない。いやいやいや、本当はね、当たらんでると思って。いや、でも、あそこなんじゃないとね。いいです。パワー当てられる。顔は触るぐらい、空いてたら教えてあげるよ。俺らがその時きついなと思ったら言うから。じゃあ次の2分から、そしたら俺のグローブで、はい、ありがとうございます。いい気合いが、それの気合いが入るよ。次はスタミナ。おい、いいよいいよ。気が入っとくか。
ファンの上に準備を。相手から目をそらすとかまだ。あ、まださん、下狙って、下狙ってと思ったら、ボディボディ、光るボディ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 ワトもボディ、下狙ってくれるか、ショウさんとか、ちょうどちょうどいいよいいよいいよ、今のちょうどちょうどいいよ、もう一ランバーとかなっちゃうけど、本当はこれインターの30だから、じゃあ30でやるか、試合と同じな、その回30メンバーで終わるから、あと15秒、2人ともいいよ、はい、立って、はい、行くよ、お願いします、はい、自分から行かないと見てても何も起こんないよ、練習の時は特に、佐藤さん、そこのガードの位置から変わんない、どこに行ってもそのガードの位置、僕が引きつけてて、ナイスジャンプ、ナイスジャンプ、ワド苦しくなったら聞くよ、じゃあじゃあこのままこのままこのまま、苦しくなったら素顔でいいね、そこでも体を振る、そこでも体を振る、休んでる時にも体を振る、もうちょい寝るよ、もう聞いちゃってるから、はい、じゃあ、だから胸のところでやってやってるの、顔の前にストレートだと思って胸のとこ、はい、OK、ナイストレート、もう一回振らない、振らない、まあ、それやると自分が疲れちゃうんだよ、もっと細かく刻んで、細かく刻んで、ボディボディ光る、ボディから断面、ワトンもワトンもボディから断面とか、そう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 、ボディ効くんだよ、こういう時に、ワトン頑張る、今度打ちろ、頑張れ、うわっ、ダメダメダメ、マウスピースは俺拾ってつけてやるから、ああ、ごめんごめん、あと15秒ぐらい頑張る、なんか、あと15、はい、はい、そうそうそう、軽くなってきてるボディ、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 最後、すんげえ、すんげえ、一発ぶち込んで終わり、行くな、 OK、 もう疲れたから終わり、もう熱いぞ、 OK、 大変だ、まあ、大丈夫です、大丈夫だ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 、あ、ほんですか、一人だ、それね、ごめんなさい、ごめんなさい、よいしょ、なんかやっぱり続けて動くと結構回ってるから、あの、動きいいんだけど、反対なくなるといいんだけどな、はい、すいません、申し訳ないです、ありがとうございます、ちょっとアドバイスになるぞ、はい、マドさんは体を振ってその視点がずれたところから、はい、じゃあどうやって体幹崩さずにこの上体からパンチを出るか、しかも一応たという体幹が結構ブレすぎてるんでこうなっちゃったりもするんですよ、しっかり止める、止める、止める、止めるっていうのをしっかり今からだ間に合います、はい、毎日です、はい、毎日このしっかり体幹を崩さずに全部打ち切るっていうのを練習してください、はい、近づく、近づく、打ち切る、下がる、下がる、打ち切る、これを何回も練習してください、それでしか勝ち目はありません、はい、頑張りましょう、はい、ありがとうございます、ひとりさんは、はい、結構器用ですね、マジか、素晴らしい、素晴らしい、で、体幹バランスが崩れてもそこからパンも出せるし、ただ上体が浮いてしまってこうって結構バランス崩れて、はい、何残っちゃうみたいなことが多いんですよ、はい、しっかりしドスーンと縮めて腰だけで下半身だけいろんな動きをすれば、はい、もっとリズミカルにいろんなプレーができると思います、はい、
素晴らしいです。あとカウンターパンチャーでもあるんで、はい、覚えればちょっと強くなります。マジで素晴らしいです。ありがとうございます。ね、ジャブの数が素晴らしい。もっと増えればさらに。相手は多分バンが来ると思うね、はい、どんどん話して前に行く時もジャブ、はい、流れる時もジャブ、前に行き過ぎたらカクーンと結構引っ掛けるみたいな、はい、そこだけ練習すれば面白い試合になります。はい、ありがとうございます。いや、僕らだったら何でも言うようだ、はい、ありがとうございます。でも1個もありますからね、はい、素晴らしいです。まあ、大学的に今日は皆さん頑張るんですか。いやー、よう頑張りましたよ、はい、もうね、全然練習してない前に。絶対です、はい、この次の1ラウンドにアホみたいに200発以上出します。200発以上です。何回も出したほうがいいんですよ、はい、手を出すんじゃなくて肩を出すイメージ、はい、これまず印象において頭を振って、これだけでまずいです。手は握んなくていいからね、握んなくていいからもう取れたら出す出す出す、出す、はい、もうこれで終わりだから今日、はい、はい、そうそうそう、そう、今日それぐらいまだもそれぐらい、そんぐらい脱力して、当たり瞬間でカチンって決まるんだから。はい、宮川さん、そばでやってくれるから、それ真似してごらん。はい、腰を相手にやってる。そうそう、あとそれぐらいでいいんだよ、それぐらいでいいんだよ。ナイスワードさん、上手いんだよ、それでいいんだよ。ジャブいいんだよ、そう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 。手の先の重りがついてると思って、その人さんは相手を蹴るとでも回りながらジャブとか、その時に蹴らして蹴る、そうそうそう。皆さん200発したんだよ、200発今10発ぐらいでしょ。はいはいはい、だから頭の位置をいつも変えて、頭の位置をいつも変える。はい、相手が狙いつけないのに、そう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 、はい、じっとしてるからもらうんじゃって、動いてれば、はい、回るのをポッとっつって軸足だけでこっち側に回ればもうそれで変わってるから、はい、そう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 、はい、ワンツージャブ結構ポイントになりますからね、面白いですね。ワンツージャブ、最後のジャブで踏み込む、ワンツージャブ、まだ待ってるの、ワンツージャブで最後ジャブで体勢立て直すの、ワンツーラとジャブで、ナイス、そうそうそう、それでいい、それでいいんだよ、ナイス、ワンジャブ、そんぐらいでいいの、シャドウのジャブ、もうきついよ、きついからスピードもうちょい上げて、楽しいですね。もったいない、すげえ思ってるんで、
や、もうやんないっすか配信者なんてこいつだプロ格闘会社なんで試合終わったらもう二度とやるんですそっか、そっか多分もう一生やんないっすあ、そっか二度とやんないっす気がつきゃいいのにいや、だから一年とかね、じっくりやればそこそこは相当いいと思いますよねこれ2回目ですよ、今年素晴らしい、素晴らしい下げてるんだそれ試合やるとか言って呼吸こういう時のふわ吐くの意識、吐くの意識生きてるだけ人は吸いますからね、吐くの意識30秒しかないから、光逆なんだ胸郭開いて、はい、空気いっぱい鼻から吸って口から吐くでその心臓の鼓動をいかに元に戻すかの30秒の間もう興奮と一覧の上で上がっちゃってるからそれを胸郭開いて鼻から吸って口から吐いてでまたゼロからすぐ一覧の上でスタート最初の一発で決まるから、はい、どっちが先に上げたかで、はい、ワンダーもらったけど大丈夫カウンターだから大丈夫頭痛いとかないだろ大丈夫だって、顎でね最初のかな最初のちょっとカウンターライトだねあ、すごいそうです、全部こう、ちょっとあれスキルでポーズ違うのお前がガッていくから、ね、自動的に出ちゃうなって何万回も練習してるもう、右やったら、サースだったらマジで止まれるんですよもうちょっと、あーってなっちゃうんですよもう、止まれるどうだどうだ、やってさ、元気だよ、本当にいつも待ってますもんねではちょっとエンディングの方はいはいあとさん、お願いします会長会長、大人気なんですかコメント欄であったさんかすごいわ会長のマーク・ファンさんのね後輩次だけ会長言うてあ、いいっすちょっと今日の練習なんか一言お願いしますじゃあ、日高さんが教えるのはすごく上手くてね、まあ、だんだん気持ちよくミット受けたら最高ですよもう何やっても最高です、最高ですって言うから気持ち上がりますよね、やっぱりね気持ちが上がりますよね打たせてもらってますからね、嬉しい嬉しいあと俺、ね、本当にフックを教えるって TK 毎回苦労するんだけどあの教え方がいいなパク出せていただきます肘を上げるっていう腰を入れるっていうあ俺前からいろんな試行錯誤してるタバコを踏み消してくださいすごいいろいろいいんだけどみんなこれできないんで、あの子は何の手があったのかな苦しみせるっていう、まあ、いろんな表現ある苦しみせるっていいですよまあいろんな表現あるいろんな表現ありますよねすごいねいやどうやってもちょうどありがとうございます今度はなんだね打ち方がいや、だからもう僕もやっぱ僕のボクシング先生にすごい堀之内さんに苦労したみたいなけどでもまあ、教え方っていろいろあるんだなと思って参考になりました、ありがとうございますまあ来週もしかしたらもう一回試合やらないですぜひぜひ、ぜひぜひその時はそのまままた、はい、あと絶対酒飲まないでくださいはい、ちょっとみんなで今日飲み会ジュースの元ですかジュースこれジュース最後にあ、これどうやって切るんだっけえ、切るの俺やるよじゃあみんなで皆さん今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたいやすげえ勉強になりましたありがとうございましたありがとうございましたオッケーそれではリスナーさんありがとうございましたお疲れ様ですお疲れ様でしたありがとうございますオッケーですお疲れ様ですありがとうございましたいやすごい応援してくださいありがとうございましたあ本当ですか嬉しい嬉しいずっとそればっか感じてた俺まあパーソナルのチームは始められてなるほどねお久しぶりですいやー成功しますよいや恐れ入ります西早稲田の方で。あ、なるほど、そうそう、素晴らしいです。また遊びに来させてください。いや、ちょっとぜひここでも教えてください。あ、もう喜んで喜んで。あの、いい形のあれでやりますんで。お疲れ様です。いいです。いや、ほんと普通はね、このレベルのスパイリングスパイリングじゃないから。いや、わかるわ。いや、ほんとに一生の記念だな。ありがとうございます。いや、ほんとに、まあ、今日だけじゃなくて、今後とも、はい、よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。まあ、来週みんなの写真ですか、ね、そうですね。じゃあですね、アッコさんにお願いします。これ、アッコさんとも飲みたい。そうですね。あ、いいっすよ。アッコさん、いいっすか。いいっすよ、もちろん。いいっすよ。ちょっと、あの、足はあれだ、皆さん、自分で行って。アッコさん、お願いします。ツイッターとか上げていいですか。もちろん。ありがとうございます。あの、できたら自分で。
ッシュタグで入れてあげると。そうですね。わかりました。ベルナール、マーシャル。ベルです。ベルはマーシャルアーツアカデミー。ありがとうございます。お願いします。皆さんお願いします。あ、ぜひぜひ。あ、じゃあ。失礼します。三二一ショック。ありがとうございます。すみません、汗が出てる。全然。アイフォンベタベタでみんな汗が出てる。汗が出てる。じゃあちょっと9時半までの。ありがとうございます。まだゆっくりやってください。ありがとうございます。ほんまともできるよろしくお願いします。ヒカルバンドしてけるのはいいんだけど俺今日、違うの日高さんはワドロさんに気づいたんだけどいいところいっぱいあるんだよ。いや、フックが、スタミナがなくなって総合のチームで、一応習ってるんですよ。だから、ガードとかね、構えはしっかりしてるんですよ、うん、あとパンチ力もあるしね。そうですね、ちょっとでも、状態で打ってる部分があるからすごく力がね、強いから、上で打てちゃうからそう、最初は腰で打てるんですけど途中から連打になってしまうと、はい、手でやっちゃって相当疲労しちゃうと思います。あ、でも相当いいセンス持ってますね、マジで、はい、あ、やりますよ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さんそれぞれ、はい、着替えの方ここってシャワーとかってどうですか、はい、大丈夫でしょうか、お願いします。もうすぐバーッと、あー、あっち両方あるんで両方座ってください。こっちとあっちと、はい、ありがとうございます。俺こっち使っていいですか。あ、ちょっと、どれなのか。大丈夫。いや、どれなの、どっち。どれなの、使わないです。使わないです。あ、本当ですか。僕、バッといきます。そんな、当たってなくてもまだ時間あるんです。あ、すみません、すみません。自分の動きを見た方がいい。